どうも皆さん、ゆっくりしていってね。今回は越中の国衆である、寺崎森長という武将について紹介するぜ。知らない武将定期、だろうな。悲しいかな、時代に翻弄された国衆の一人である寺崎森長。早速彼について紹介していこうか。寺崎森長は越中の国の土豪、寺崎氏の一族として生まれた。高校選達録によると父親は、元は能登の国畠山氏の家人であった寺崎平左衛門幸重であるという。ご先祖はお隣の国の人なのね。青年は不詳で、民部左衛門の嬢を称したというぜ。うちのチャンネルあるある青年不詳ね。寺崎森長は岩海寺城を本拠としていたんだけれど、岩海寺城には天文年間の築城説や、天正年間の築城説があるなど、いつ気づかれたのかは資料によってまちまちで、詳細はわからないぜ。まあしょうがないわね。江戸時代にはすでに城跡は水田になっており、現在城の遺構は残っていないものの、その水田や城、屋敷にまつわる小技や古称が昭和期に至っても残っており、森長が住んでいたという館もかつては岩海寺に存在していたというぜ。この近辺に領地を持っていたことは確かなのね。若い頃の話はほとんど資料には見受けられないんだけれども、岩海寺上皇によれば、天文19年1550年に、岩海寺館の北方にある中沖の西の端に、野城という出城を構築したという。ふむふむ。また、三州市や高校選達録によれば、天文21年1552年に森長の名前が見えるぜ。何があったのかしら。長尾影虎に従っていた森長は伊田城主、飯田孫次郎と下田と寺家村天神林で戦い、と下田の弟である小一郎と狐や五郎次郎と忍り、飯田家の家老浜の頼もを討ち取り、と下田を城農場に追いやる大将を収めた。おうおう、さらに敵の不忠義者である小森浪頭をも傷害して、伊田城を手に入れたと伝わるぜ。ほうほう、両資料ではそれぞれ亡くなったものや細かいエピソードに差はあるけれども、まあおおよその話としては、飯田と下田の軍を打ち破ったというものだな。森長さん、勝ちました、ってことね。後世の編纂物の話だからどこまで本当かはわからないから、ご参考までにってところだな。これまたあるあるの話ね。この後しばらく森長の動向を伺うことは難しい。資料が残っていないパターンね。ああ、その通りだぜ。越中の資料は戦火でかなり失われたと聞くし、森長に限った話ではないんだよな。残念ねー。この頃の越中国内は、長尾上杉氏、椎名氏、神保氏、といった勢力が割拠しており、森長も他の国衆たちと同様に、その時その時で属する先を変えていたものと思われるぜ。ふむふむ、元亀元年1570年には、神保氏春の指揮のもと、上杉軍の大津城の包囲に加わったというぜ。おお、やっと様子が見られるのね。そして元亀3年1572年6月18日、上杉謙信の家臣である安治坂長実に対して、戦いに敗れたことを報告しており、この頃はすでに上杉方に投じていたものとみられる。本当に目まぐるしく従属先が変わっていそうね。天正2年1574年には、能登畠山氏の家臣間でごたごたが起こっていることを聞き、森長は能登の国二宮まで侵攻したというけれど、能登勢に撃退されたというぜ。ただ、こちらも裏付けとなる資料もなく詳細は不明だぜ。こういう話が後世に残るってことは、何かしらはあったのかしらねー。その後、天正5年1577年に上杉家家中名字陣に名が見えるため、この頃までは確実に上杉氏に属していたものと思われるぜ。しかし翌天正6年1578年3月13日、多大なる求心力を有していた上杉謙信が突如として亡くなってしまった。わぁ。あ、一方でその頃、ある人物が日本各地に勢力を拡大していた。誰？と、聞くまでもなく織田信長かしらね。ああ、その通りだぜ。織田信長は、謙信の死を好機と見てこれに乗じ、神保長澄や薩摩長明を飛騨の国経由で越中に入国させた。混沌としていた国がさらに混沌としそうね。こうなると越中の国衆たちも身の振り方を考える必要があり、5月には弓の小城主の土井正成、8月には貴船城主の石黒左近九郎殿など、有力な者たちが次々に信長へと鞍替えしていった。まあ仕方がないわよね。そして森長の動きはどうだったかというと、年不詳だが、天正6年1578年に指定される、寺崎森長毛利秀弘連署状が作成されていることから、6月16日時点では森長はまだ上杉家に属していたと推定できる。ふむふむ。だけれどその後、森長も信長方へと属したようだぜ。やっぱりそうなっちゃうのね。また記録には残っていないけれど、この頃はおそらく周囲の国衆たちと同様に、付近の一向一揆勢と戦いを繰り広げていたのだろう。ああ、
そんな敵もいたのね。そして同年の11月11日以前には、能登の国の長貫達を援助するように信長から命じられているぜ。お、貫達さんだ。しかし森永さんは何を援助したのかしら？まず、織田方に組みしていた長貫達は、上杉方の穴水城を落としてた上杉の拠点とし、信長の救援を頼りに上杉に交戦していたんだけれど、信長からの来援が得られずに穴水城を放棄して、この頃は織田方の神保寺治を頼って行動していたという。ふむふむ、その行動の一環として姫城を攻めており、貫達はまたこれに対して信長に救援を求めていたんだ。なるほど。そして信長は、神保長澄、神保氏春、および森長を貫達のバックアップに据えたんだ。果たしてその効果は？貫達は見事11月中に姫城を落城させたというぜ。おーおお、こうして森長は織田政権の下で頭角を現していくかに思えた。ん？思えた？翌天正7年1579年、森長は密かに再び上杉氏に通じたようだ。理由は定かではないけれど、3月9日に上杉景勝の軍が越中小出の織田信長の配下であるさっさなりまさ軍を攻撃し、一向一揆勢が再び景勝方に属して立ち上がったことが一因にはなったのだろう。上杉方が優勢になるような出来事があったっぽいわけね。しかしこの寝返りは織田方に露見した。あばばばばば、5月6日の上杉家文書、安倍正義書状によると、ある時森長は当時七尾城代を務めていた信長の側近菅谷長頼に招かれたという。あ、なんだか嫌な予感が。実は、森長の配下であった小野大学の助、うねめという武将が、森長を裏切って菅谷長頼に密告をしたそうなんだ。むむむ、以前小島元重の動画でもあったけれど、越中の人たちは上杉織田のどちらにつくかで揉めがちだったのね。ああ、こればっかりは生き残りがかかっているから仕方のないことだと思うぜ。そして上杉方に通じた疑いを持って、森長は切腹に追い込まれたとされている。ああ。ただしこれは遺説が存在している。わ、びっくりした。お、もしかして生存ルートってこと？新潮後期によれば6月11日に、森永は息子の記録郎と共に信長に呼び出され、ある件、について尋問されたという。はわわわわ。まだ大丈夫だ、持ちつけ持ちけつ。尋問が終わった後、森永不死の身柄は丹羽長秀に預けられたといい、沢山城において監禁されたという。まだ大丈夫。そして7月17日、森永不死は、切腹を命じられた。いや結局そうなるんかい。特に息子の記録郎はまだ17歳の若者であり、顔立ちも振る舞いも立派であったが、その最後は身長後期を表した太田隆一をして、比喩なき働き目も当てられぬ次第なり、立派ではあったが哀れで見ていられなかった、という。どんな感じだったのかしら。切腹の直前のこと、森永、記録郎不死は互いに挨拶を交わし、森永が、親が先に行くのが筋であると言い先に腹を切った。森永さん、それを見届けた記録郎は、父が切腹して流した血を手のひらにすくって舐め、私もお供いたしますと言って、見事に腹を切ったという。まだ若いのに、円楽寺の由緒書きによれば、前世紀には1万2000石を要していたというけれど、時代に翻弄された寺崎森永という国衆は、悲しき末路をたどることになったぜ。ここまでご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録や高評価をしていただけますと励みになります。お願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。またね。